医療・介護の人間関係作りたいクローバーこと山田智子です。本日もよろしくお願いします。今日は書いていた通りにしたのにうまくいかないのですかについてお届けします。こうして毎日ブログでコミュニケーションのこと、コーチング関連のことなどを発信しているおかげでブログ読んでいますというお声をいただくことがあります。とても嬉しいです。中にはブログに書いていることを参考にしてちょっとやってみましたという方もいらっしゃって、少しおもはゆい気持ちにもなります。一方でブログに書いている通りにしたのにうまくいかないのですがというお声もいただきました。なるほど、書いている通りになさったのですね。そうですね、おっしゃる通り、あなたの状況に合わないことがあるかと思います。それは、他の方の状況のお話である。関わる人物が違う。一般的な内容として書いているなど、あなた自身のお悩みや問題へのオーダーメイドの回答ではないからなのです。また、他の方が見つけた、気づいた回答ですので、あなた自身がお持ちの答えではないからです。言い換えると、コーチングで得られるのは、あなたが見つけた、気づいた、あなた自身の答えであり、あなた自身のお悩みや問題へのオーダーメイドの回答なのです。ブログを読んで参考にしていただくことは大変嬉しいです。ただ、もしあなたがオーダーメイドの回答を必要となさるときは、ご遠慮なくお問い合わせください。今朝は阪神・淡路大震災から20年。多くの方のご冥福をお祈りして、そして穏やかな一日を過ごせるようにしたいと思います。あなたも心穏やかで優しい笑顔になれる素敵な一日をお過ごしください。今日もありがとうございます。